それはずっとずっと昔から。姫路は多くの街道が通る交通の要衝にありました。山陽道、美作坂道、田島道、室津道、巡礼道、浜街道、さまざまな人が行き交った道を往時を忍びながら歩きます。今回ご紹介するのは巡礼道です。巡礼道は平安時代末期頃に定められた33箇所の霊場を巡るための道。播磨には第26番札所の一乗寺と第27番札所の円行寺があります。その2つの寺を結ぶルートをご紹介します。今回は姫路エリアの谷内から増水までをたどります。今私がいるこの道が巡礼道です。この先には法華山一乗寺があります。今回はここから巡礼道をたどりたいと思います。巡礼道は一乗寺から豊国までは丹波道と同じルートをたどります。しかし実際はさまざまなルートが存在していたようです。国道372号の小原交差点の近くに道標がありました。右法華、左丹波、巡礼道の感動だったようです。傍らの道標にも法華山と刻まれています。八重畑には日本開国供養塔があります。その昔日本は66の国に分かれていたため、法華経の経典をそれぞれの霊場に保管する目的で国々を回っていたのだとか。こちらの塔は嘉永元年に建てられたものです。この辺りにはカッパやベニヤという巡礼宿があったと言われています。山崎には古くから播磨十水の一つとして知られる苔の清水があります。旅人たちもここで喉を潤し、木陰で一息入れていたかもしれません。その傍らにある小さなお堂の中には、3体の石仏が安置されています。巡礼道は、かつて赤松貞則が城を築いたといわれる庄山のふもとを通ります。
豊国には姫路市内で最も古い道標が残っています。西国三十三所巡礼を成就した人たちが延宝五年に建てたもので、全国的に見てもかなり古いものです。隣にある道標は文久三年に建てられたもの。裏手に回ると西書社の文字が見えます。庄にはよろずや大黒屋などの巡礼宿があったと言われています。道標がありました書社山は西です。そのまま西へ進んでいくと、市川の手前に高木白なめしの祖聖の神を祀る神社があります。この辺りは飛鶴業が盛んで、姫路の川は広く知られていました。境内に問屋が寄進した鳥居などがあります。巡礼道は市川の松ヶ瀬を渡って宝城へ抜けます。松ヶ瀬は花田遺跡の少し下流あたりと言われています。石積山のふもとにある小川天満神社に渡し船の炉が残されています。巡礼道は増井山のふもとで田島道と交わります。増井で地域の方が出迎えてくれました。この辺りにはたくさんの道標が残されているそうです。ここにも巡礼道は右です。近くのお寺の境内にも道標が保存されています。文政4年のものです。案内していただいたのは佐伯神社。古代この地方の豪族であった佐伯氏を祀る神社です。その場所で待っていてくださったのは増井の史跡を守る会の皆さんでした。こんにちは。こんにちは。皆さんは地元の方ですか？はい、そうですね。皆さんどういった集まりなんですか？これはね、はい、麻酔のね、地域というのがいっぱいあるんですけど、はい、それをみんなで守って看板を作ろうじゃないかということで始まったんです。はいはい、先ほどあった看板ですね。そうそうそう、2年ぐらい前からね。皆さんこちらが巡礼道っていうのは知ってはりました？僕は知ってました。あ、皆さん知ってはったんですね。はい、まあ、知ってると思いますけど。どうやって知らはるんですか？教えてもらってってことですか？やっぱり昔の人に教えてもらって、うん、この辺だよと。だけどね、はい、詳しくは分からないんです。はっきりとね、ここだここだというのは分からないんだけど、だいたいこの辺だなというのは分かるんです。子供たちから大人たちまでこうやっぱり反応があるんじゃないですか？そうですね、やっぱり、うん、あ、そうという感じでね。あ、みんなあ、そう、あ、そういう感じで、あ、こういうのができたなと言ってね、まあ、喜ばれますね。また歩行会もありますしね。史跡を訪ねということで、増井高区で歩行会もありましたのでね。はいはい、そちらには皆さん一緒に歩かれるんですか？そうですね、先導しながらね。はい、歩行会はこの増井さんとか、はい、いろんなところに行くんですよね。はい、だからその時に、まあ、通ったりすることもありますね。楽しそうですね。楽しいですよ。
今後はどういった活動を行うと思っていますか？この後ですね、はい、この近くには松尾芭蕉の風羅堂という跡があるんですね。そういうものの看板を、まあ、これも作ったんです。でそれが終わった後ね、はい、また実は姫路城の石垣、はい、これをこの辺りから出したんじゃないかという話が出ましてね、実は矢穴というものをね何か所か見つけたんです、はいはい、それをこれからの、まあ、テーマにしてね PR していきたいと、皆さんで力を合わせて、はい、やっていきたいと思ってますけど、はい、まだまとめる段階です。楽しみにしてます、はい。佐伯神社の少し南に道標があります。増井山への道筋を示しています。増井山には増井山随岩寺があります。随岩寺は奈良時代に始まった古いお寺で、書写山円行寺と並び称される名刹です。こちらが登山口です。途中にあるのは随岩寺のお堂の一つ、念仏堂。今は播磨西国第4番の札所でもあります。かの松尾芭蕉の使っていた蓑と傘がこちらに保存されているそうです。かつて近くには播磨における松風俳諧の道場、風羅堂がありました。芭蕉の別号、風羅坊から名付けられたそうです。ここには姫路城主酒井忠澄の句碑が建てられています。こちらが増井山随岩寺です。聖徳太子の命によって高麗の僧エベンが回帰し、天平年間に行基が中興、山上に36坊がある大きな寺であったと伝わっています。天正元年に別所長春によって全山焼き払われましたが、天正13年に羽柴秀吉が再興しました。開山堂は正応3年に建立されたもの。随岩寺に現存する最古の建造物です。この開山堂をはじめ、姫路城主榊原忠次の墓所に立つ唐門、本堂、経堂、鐘楼が国の重要文化財に指定されています。貞観17年、平安時代初期の貴族在原業平は随岩寺に勅使として訪れ歌を詠んだと伝えられています。歌に登場する糸の細道は戸堀から増井山の東の峰までの道を指していると考えられています。この業平の歌からこの峰を有明の峰とも有明の山とも呼ぶようになりました。増井山からは峰伝いに広峰山に行くことができます。麓の巡礼道に戻りましょう。それでは今回はこのあたりで、次回はここから祖佐までご紹介いたします。